解剖艦。解剖艦は、戦闘用艦艇の一種。解剖艦は、1万トン級の戦艦クラスから、1000トン未満の小型艦に至るまで、多岐にわたる。沿岸、領海警備、拠点防衛、戦団護衛、対戦哨戒等を主要任務とする艦のことを指す。任務の性質上、武装、走行を重視し、速度、高揚性を犠牲にした艦が多い。北欧においては、 近海防衛用に、海防戦艦の整備を行っていた。日露戦争時のロシア海軍海防戦艦も、日本海軍では、海防艦に類別して運用したこともある。太平洋戦争以前の日本の海防艦は、旧式化した軍艦の総称である。日本海海戦、日露戦争における、連合艦隊機関、司令長官、東郷平八郎大将座上だった。 戦艦三笠も最終的に解剖艦へ類別変更されている。軍縮条約脱退後の丸三計画において、日本海軍は大和型戦艦や昇格型航空母艦と共に、占い守る型解剖艦戦0トン未満を計画及び建造する。太平洋戦争突入後の1942年、昭和17年7月1日、 解剖艦の定義を大幅に変更。占い守る型の改良型や、さらに簡易化、量産化を進めた新型解剖艦を多数建造した。日本海軍における解剖艦は、1942年、昭和17年7月1日の類別変更を、境にその性格が大きく異なる。1887年、明治20年6月6日。 日本海軍は建造予定の艦艇7隻について、艦名を内定。このうちフランス人技官ルイ・エミール・ベルタンの設計による軍艦3隻は、第1海防艦イコール・五ツクシマ、第2海防艦イコール・松島、第3海防艦イコール・橋立と命名された、松島型防護巡洋艦。1898年、明治31年3月21日、日本海軍は、 解剖艦という艦種を新設する。旧式化した船艦や巡洋艦、装甲巡洋艦、防護巡洋艦を解剖艦として類別し、軍艦席のまま近海、沿岸の防備に用いることになった以下、旧定義艦。当初は計画排水量7000トン以上の解剖艦を1等、解剖艦、7000トン未満3500トン以上の解剖艦を2等解剖艦。 3500トン未満の解剖艦を三島解剖艦と定義。1912年8月28日、三島解剖艦の東急廃止。1931年6月1日、東急廃止。これらの解剖艦は、領海警備、拠点防衛、海上護衛、母艦任務、練習艦等、多岐にわたる任務に従事した。例えば1920年。 大正9年の二港事件、シベリア出兵では、解剖艦三島、元ロシア軍艦、アドミラールセニャービンが、再評艦として出動している。上海事変以降の日中戦争では、解剖艦イズモ、元総甲巡洋艦が上海に進出し、第三艦隊やシナ方面艦隊機関として、作戦を指揮した。姉妹艦岩手とは、練習艦隊を編成して、 多くの海軍主艦を送り出した。二等海防艦、ニー元防護巡洋艦のように、オホーツク海での漁業保護活動中に遭難した艦もあった。これらの宮廷二艦に対し1942年、昭和17年7月の変更後は、小型で対戦水艦能力を備えた海上護衛用艦艇を海防艦と改めた。日本海軍が、 太平洋戦争時に多数建造した、戦団護衛等のシーレーン防衛や、沿岸警備を主任務とする小型戦闘艦で、対戦前半の護衛艦,艦艇、旧式駆逐艦、小海艇、機雷布設艦、旧接合艦、水雷艇、総海艇、苦戦艇、特設艦艇等に代わる護衛戦力の主力となった。他国で言うフリゲートに相当する。解剖艦の英語表記は、エスコート、 護衛艦であり、対空、対戦武装を中心としたものであった。戦後、初期に配備された、海上自衛隊護衛艦や海上保安庁の巡視船の原型になった艦である。昭和時代に入ると、装甲巡洋艦や防護巡洋艦由来の解剖艦は老朽化が進み、順次退役していった。1931年、昭和6年8月、日本海軍は、 北洋警備を主任務とする小型解剖艦の建造計画をまとめる。新艦師としたのは、より北洋に対応した艦とすることと、ロンドン軍縮条約による補助艦制限により、それまで北洋警備に用いていた駆逐艦を正面戦力へと移すことが考慮されたためでもあった。日本海軍が潜水艦に対処するため開発、整備していた艦艇は苦戦艇であった。 日本海軍は、ロンドン海軍軍縮条約の制限外艦艇として、丸一計画に排水量1200トンが高い防艦4隻が盛り込んだが、実現しなかった。当時、世界恐慌の影響により日本は、財政緊縮時代であり、軍事予算も大幅に縮小。戦列部隊、第一戦部隊の整備だけで、手一杯で、防備兵力の整備は後回しにせざるを得なかった。 1933年、昭和8年の丸に計画でも新型解剖艦4隻の建造を要求したが、予算不足のため実現しなかった。1936年、昭和11年5月、伏見宮弘安大軍令部総長は、昭和天皇に国防方針の改定を説明。この中で、所洋兵力における第2区分、防備用兵力について、 主として内地防御作戦二任、ズベ内戦部隊で、その所要兵力派航空機及び艦冷超過艦、持って当てますほか、所要の艦艇を、心臓充実、いたしますと言上した。このような方針化、新型海防艦は、オホーツク海周辺におけるソ連との漁業紛争に、対処するための小型艦、900トンクラスとして、建造された、丸三計画、占い守る型。 紛争地での対外交渉に従事することを考慮し、軍艦と位置づけられ、菊の拷問賞を艦首に装着していた昭和十七年七月一日府で軍艦席より除席。役職も艦長から解剖艦長に変更。この頃は解剖艦の艦長は兵学校出身の中佐が務めていた。百三十七年昭和十七年七月以降の日中戦争。 シナ事変勃発により、新型解剖艦の建造計画は頓挫してしまった。しかし、太平洋戦争開戦前、拡大する戦域を航行する輸送船の護衛としてこの艦種が用途見込まれ、占い守る型の設計を若干簡略化し、対戦装備を強化したエトルフ型やミクラ型の開発及び建造を開始する。さらに戦局悪化による護衛艦の不足により、 大量生産向けに設計を大幅に簡略化した、ウグル型、ヒブリ型などを大量に建造する。いわば、当時の日本において、解剖艦建造は、海軍艦製本部、海上護衛装司令部の軍当局に加え、民間の三菱重工業、日本鋼管、日立造船などの造船メーカーを巻き込んだ、一大国家プロジェクトであった。の艦艇が完成する頃には、 戦況悪化が著しく、輸送船舶の被害が拡大していた。一方、当時の日本海軍は、航空母艦、低型駆逐艦、松型駆逐艦、輸送艦、第1号型、第101号型、潜水艦の量産、規定の商船建造に傾注しており、護衛艦,艦艇の建造は後回しにされがちだった。その中でも、海戦事前決定丸ル計画三十隻、エトルフ型、 三倉型、日暮型、ウグル型、丸五計画及び、改め丸五計画の解剖艦34隻に加え、1943年、昭和18年4月の軍令部定義330隻建造に、対し、同年6月に244隻建造計画が、決定。小規模な造船所でも建造できるよう、またさらに急増できるよう小型化、700トンクラス。 簡略化を徹底した新しい解剖艦が短期間で設計され、100席を超える艦艇が建造された、兵型、長型。戦時中、帝国海軍が建造した艦種の中で最も多い艦種となった。これらの新型解剖艦は、他国でいうコルベットに相当する。1944年、昭和19年度82席、1945年。 昭和20年に43隻、計125隻が完成。ただし、あまりにも、種類と仕様が雑多で統一性がなく、高型、オツ型、兵型、低型、タービン機関、ディーゼル機関、また艦ごとに、偽装や、ケ器の仕様が異なり、洋兵側は、変態航行にも苦労することになった。結局、護衛戦力としては高速の駆逐艦が最適であり、 護衛指揮官の上官としては六月型駆逐艦、護衛としては若竹型駆逐艦や大鳥型水雷艇が徴用された。こうして収益した解剖艦のほとんどは戦争の後期から末期にかけて南方や日本近海で通称破壊船を展開する連合国軍潜水艦航空機に対抗し輸送船を護衛して過酷な戦いを繰り広げた。 新型解剖艦の最大の欠点は、低速力、平型、低型とも17ノット前後で、水上航行中の潜水艦や護衛対象の優秀船にも劣った。この速力不足は、現場の指揮官や解剖艦艦長自身が痛感している。サイパン輸送作戦時、昭和19年5月の指揮官、六月型駆逐艦、さつき座城は敵潜水艦、 洋上高校速力19ノットが輸送船団を追従した場合、解剖艦では手の施しようがない、とにかく一致でも駆逐艦を有するということは強みだった、とにかく一船団に少なくとも駆逐艦一隻は配属せしめる必要を痛感したと回想している。戦士総書では敵潜水艦より列速の解剖艦は対戦護衛艦艇としての本質的要件に かけるとも言えるものである。と評する。しかし、選挙区の逼迫から、性能不十分ながら、欠陥を承知で運用せざるを得なかった。その結果、終戦までに完成した、解剖艦167席、占い守る型4席、占い守る、国り八条、石垣、中華民国からの千里艦解剖艦2席、 500頭と80を含めれば173隻のうち71隻が失われた。解剖艦乗陸組員の戦死者は1万人以上と伝えられる。この奮闘にもかかわらず、圧倒的な連合軍の前に、戦争末期には日本の海上輸送はほぼ壊滅することになる。また、新型解剖艦の収益数増加により、解剖艦を主力とする諸部隊も新たに登場した。 特設護衛戦団司令部。これらの部隊は連合艦隊がマリアナ沖海戦及びレーテ沖海戦で事実上壊滅すると残存戦力として第一戦に押し出され終戦まで作戦行動を継続した。対戦中盤以降の解剖艦の運用の中心を担ったのは東京及び神戸の高等商船学校出身の海軍予備将校であった。 一般商船の高級船員がそのまま、従員招集され、解剖官庁、航海長、機関長などの任務に就いた。心臓とはいえ、戦時の粗末な構造で、兵器も充実していたと言えず、各方面から集められた乗組員の訓練も、不十分だった。それでも、戦争遂行に、不可欠な仕入れン防衛のために、決死の戦いを強いられた各解剖官、 小戦隊の活躍は、解剖艦自体の評価はともかくとして、評価に値すると言えよう。さらに、戦後の海上自衛隊が艦艇を保有するにあたっての、基本コンセプトの原型となった艦種という意味でも、解剖艦の残した価値は、意外と大きい。また、生産性の向上を、徹底的に追求する中で、ブロック工法や、電気溶接を本格的に採用し、 戦後の造船技術の潮流を作ったと言える。戦後、生き残った艦の多くは、福音業務に従事した後、賠償艦として、連合軍に引き渡された。キブリ型とウグル型のうち、シガなど、警護席が、おじか型巡視船として、海上保安庁で最終駅し、昭和30年代後半まで活躍した。1980年、昭和55年5月5日。 解剖艦検証会により、靖国神社優秀艦前に五国解剖艦の日及び解剖艦像が建立された。記念館となっていた滋賀は老朽化により解体撤去された。日本国内に現存する解剖艦席にあった艦艇は三笠のみである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。